なんか世界の狭間来ちゃいましたね。見ていきましょう。とりあえず9月25日です。いらっしゃい。はい、行ってきます。あ、違う。今日も世界に来てくれたんだね。君がこうやって私たちや世界にいるあの子たちにたくさん会いに来てくれて嬉しいな。そういえば君と出会ってからどれくらい経ったんだろう。どんくらい経ったんすかね。なんか気取ってきた。あー、笑われちゃいました。いろんなことがあったからかな。もうずっと昔から一緒にあの子たちを見守ってくれるように感じるよ。君の思いはとても優しく、でも力強いものだから、きっとあの子たちも君の応援を感じていると思うな。おばやさんかい。世界から思いが溢れてくる。これってあの子たちか、君への感謝の気持ち。ニコニコしてる、君の。昨日ライブ会場でもさ、イベント会場でもさ、最後、ミク出るんだけど、すごかったよ。すごかった。あのね、思いの力は本当にすごくて、びっくりするような奇跡も起こしてくれるんだよ。君も強く願えば、もしかしたら、星をください。僕の思い。君がその奇跡と出会えるように、私も祈ってる。バイバイ。はい、お疲れです。また、今日喋ってもらったんで、お金振り込んでおきます。あー、昨日世界の狭間だったけど、今日は、モーマージャンプ、ステージの世界ですね。今度ライブでする挨拶はと、コホン。花里。いつも私たちのライブを見に来てくれてるみんな、たくさんの応援、本当にありがとう。リハーサル的なやつやってる。私、アイドル未経験アイドルだったけど、アイドル、そろそろ、アイドル修行中アイドルくらいには慣れたかな。アイドル未経験アイドルからアイドルするって噛んじゃ、これからももっともっともっと頑張って38歳、カルカちゃんたちみたいになってみせるから、よかったら応援してね。はい、応援します。バイ。そんな選択肢迫られたことあったっけ。何回かあったか。あー、なるほどね。もちろん全校庭オタクか後方腕組み彼氏オタクのどっちか選べってことか。ありがとう。って、あれ？なんすか？君だーれってこと？だよね？今、誰かが応援してくれたような気がしたんだけど、気のせいかな？なんか困惑しますね、今までのプロスカストーリーとちょっと違って。とにかく、今度のライブでしっかり感謝の気持ちを伝えられるように、挨拶ももっと練らなくちゃ。よーし、頑張るぞ。はストリートの世界です。今のところやっといい感じで歌えるようになったな。よかったです。曲作りはまだ全然できないから、もっとしっかり歌でみんなの力にならなくちゃ。あー、また選択肢だよ。歌の力で、自分を信じて。あ、今の感じ、世界でライブをした時にも感じたことがあるような。聞こえてるんですかね。もしかして、応援してくれてありがとう。すごい。旗から見たらなんか壁と喋ってる人みたいになってるけどね。多分私、ビビットバットスクワットのメンバーとして胸を張って歌えるように、これからも頑張るね。応援してる。けなげ。応援してる。聞こえたかなってなってる。私ってば。あ、違った。誰もいないのに何言ってる。いるよ。聞こえてるよ。今聞こえた。アニメの佳境も佳境みたいになっちゃった。でもいつも応援してくれてるみんなに届いたらいいな。届いてます。ありがとうございました。明日どこかな。いやー、ショーして、いや、なんか猛烈にショーがしたいな。ここはワンダーランドの世界。はあ、ワンダーランドの世界だ。初めて来たな。すげえ、なんか、こんなチューム合ってんだね。なんでもかんでも。すげえ。ふん。誰よりも先に来て、自主練に励む。これぞまさに、未来のスターにふさわしき姿。なんか独り言言ってるやついる。ネノ、皆に感謝の気持ちを伝える特別なショーに向けて、一日たりとも無駄にはできんからな。ママ、なんか独り言喋ってる人いるよ。今日も今日とて、昨日の俺を凌駕し、神聖天馬司になってやるぞ。昨日の俺を凌駕し、神聖天馬司になる。これ以上神聖天馬司、なんか
毎日凌駕してる気はするけど。まあまあ、なんか語りかけてきた。かっこいい。うん、うん、今、俺を称賛する声が聞こえたような。あ、すいません、称賛 しましたね、はい。もしや、もしや、俺の活躍を期待するファンの心の声が直接脳内に、直接脳内に、あれば答えてやらねばな。はい、はい。アーマーかけるペガサスと書き天魔、天魔、世界を司ると書き司、司、司、その名も、その名も天魔司、天魔司、さあになるべく生まれた男。え、なんでそんなさ、その耳爆発したわ今。今耳爆発したわ今。この未来のスターが君に約束しよう。マジ？俺たちワンダーランズショータイムが君のために最高のショーを作ってみせると。マジで楽しみにしてます。あの耳だけ壊さないでください。はい、めっちゃ楽しみ。うん、うん、完璧だ。いや、よかったっす。俺のファンにもきっと届いていることだろう。はぁ、あはぁはぁはぁ。元気出るわ、やっぱ元気出るな。天魔司と喋ってると明日2号かレオニだけど、温度差で風邪ひくよ。誰もいない、誰もいない。ちょっと迷子になっちゃったなこれ。水木が誰かいた。今度の衣装を決めたいって言うから着てみたけど、ジャージじゃない服って落ち着かないな。ジャージ着てますけどね。はい、いや落ち着かないよな。そうだよね。そういえばこの服、真冬が本当の思いを見つけた時に一緒に生まれたものなんだっけ。なるほど。この服にも何か思いが込められてるのかな。服にはジャージにしか見えないが、私はまだまだ真冬のこと知らないし、もうちょっと分かっていけたらいいな。いや、すごい知ってるよ。イベントストーリー読んでるけど、わー、すごい知ってますよ。え、聞いて、わー、そっか、こう来るか。きっと大丈夫だよ。うん、ありがとう。なんか普通に会話してくれるんだね。みんな他の世界の子たちってさ、私は、俺は一人で何言ってんだろうみたいな感じだったけど。ん？あれ？私、今誰に？やっぱり俺なんて見えてないよね。そうですよね。よくわからないけど、少しあったかい気持ちになれたかも。よかった。ならよかった。お、いいメロディーが浮かびそう。何か書くものないかな。もう本当、いってらっしゃい。いってらっしゃい。僕たちなんて構わずさ、いってらっしゃい。もうあなた書き続けてください。ああ、そんな感じ。本当に言っちゃった。バイバイ。最後は教室の世界に迷い込んでしまいました。あ、ミク、待ってたよ。って、俺？ビビった。急に俺ミクなんだって。もう俺がミクなんだって思うしかなくなるような感じだったもん。今危なかった。ビビった。今屋上に誰か来た感じがしたんだけど、気のせいか。やっぱり見えてないんだ。え、そんな存在感薄いか。確かにクラスでもさ、もうトラウマのセリフ、あ、お前いたんだみたいな、あのセリフ一番トラウマだったけど。ここからの景色はいつ見ても綺麗だな。そうですね、ここからの景色。僕なんか自分の部屋の天井だけど、こんなに綺麗な景色が私たちの思いから生まれたなんて、今でもちょっと信じられないな。いや、もう教室の世界は屋上からの景色ね、いいよな。そこ行ってみても一度でいいから。それにここでライブをするとたくさんの応援をもらってるような気持ちにもなれるし。でも一回のレオニのプラネタリウムで見たことあるわ。ちょっとずつでも答えていけるようになりたいな。選択肢きますねこれ。もう答え、あー、これからも応援するねかな。え、今、あ、僕です。もしかして、もしかして、いつも来てくれてるみんな？そうだよ。僕、ようやく僕の声が届いた。え、何？聞こえる？聞こえます。いつも世界に来てくれてありがとう。めっちゃ感謝された。僕、いつもガチャ引いてるばっかだけど。あのね、はい、私たち、ここで演奏するたびに、たくさんの元気と勇気をもらってるよ。あと、みんなへの感謝の気持ちを込めて、今度世界でライブをやろうってミクたちと話してるんだ。お邪魔してもいい感じ？これ最高の演奏を届けられるように頑張るから、よかったらそのライブを見に来てほしいな。見る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 。もう一回来た。まさかのもう一回来た。きっと行くね。
絶対最高の演奏を届ける。みんなで待ってるよ。いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん。